好 ，SEGA TV in Taipei， 我是主持人哈鲁卡，各位观众朋友，大家晚安。好的，从昨天的2月26号开始到今天的2月27号，连续两天晚上的时间呢，我们的 SEGA TV in Taipei 都在傍晚的6:45正式开始。而在今天呢，我们的节目也会一连串的持续到晚上的10:15，所以希望呢各位玩家朋友们，大家可以陪伴我们直到最后。今天也一样会为大家带来非常多呢各式各样不同类型的游戏。在今天呢节目一开始之前，我们要先来跟大家提醒一下这两天非常重要的抽奖活动。我们来看一下 PPT。 好的，在这个画面当中大家看到在这两天的 TV 举办的时间当中，我们会举办 Hashtag 来看 SEGA TV 啦的活动。首先第一个步骤呢，是大家要帮我们 SEGA 亚洲家用游戏粉丝团按赞。第二步骤呢，是把你在 SEGA TV 节目当中的截图拍照截图下来哦，投稿到自己的 Facebook 上面，并且设定公开 tag hashtag 来看 SEGA TV 啦的关键字，就可以参加抽奖。那今天的四个时段呢，分别就是大家所看到的这四份赠品。在7:00到8:00的这个时段当中呢，我们要抽出的是 PS5 的主机一台，所以也就是说，正在收看这个节目的观众朋友们，就有一位可以把我们的 PS5 带回家。那当然，以此类推呢，你在稍后的8:00到9:00、9:00到10:00以及2月28的11:59呢，我们都有这四个时段的专属礼物要让大家带回去。所以这四个时段呢，也要请大家记得帮我们持续的来锁定来看 SEGA TV 啦的抽奖活动喽。好的，那我们今天呢一开始的第一个节目要为大家带来的游戏就是这个，请看。这就是非常多台湾以及所有亚洲甚至全世界的玩家朋友们都非常喜爱的一款游戏，就是由木村拓哉所主演，有着精彩剧情，在全世界当中都获得广大好评的一部作品。这一次的全新升级之后，会在新的 PlayStation 5的主机以及 Xbox Series X 上面推出 Remastered 版，也就是现在大家所看到的《审判之眼：死神的遗言 Remastered》。好的，话不多说，我们赶快紧接着来看一段精彩的介绍影片喽，请看。残酷になるのは自分に正義があると思ってる時だ。でもあんたのそれは本当に正義か？モグラの剣は3年前の大久保事件とつながってきてんだ。証拠だ。この借りは絶対に返すよ。俺は大久保君と綾部の弁護人なんだ。それは正義という名の狂気よ。黙るわけにはいかねえんだよ。ジャッジアイズ死神の遺言リマスタード。好，看完这个影片之后，有没有觉得哇？回想起之前呢，我们玩《审判之眼：死神的遗言》的时候，那种热血的心情呢？接下来我们就要来和日本的 SEGA 公司连线，邀请到明月总监以及细川总制作人，让我们一起来邀请他们。嗨，Nagoshi さん、Hosokawa さん、声聞こえますか？はい、聞こえてます。こんばんは。ご無沙汰しております。好久不见，对，真的是很怀念明月总监哦。之前从上一次的台北电玩展呢，
之后呢，就已经很久没有看到我们的明月总监了。那今天也同时在我们的日本 SEGA 总公司当中，一起邀请到细川总制作人。我们先请到两位帮我们跟现场啊，我们所有在收看直播的观众朋友们打声招呼。それでは、Nagoshi さんから視聴者の皆さんへ、メッセージ一言ご挨拶をお願いします。はい、SEGA の Nagoshi です。セガのゲーム楽しんでもらっていつもありがとうございます。今日はまあ番組ジャッジアイズのリマスターを紹介するんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。大家好，我是 SEGA 的明月。那一直很感谢大家支持 SEGA 的游戏。那今天呢，希望大家能够跟我就是一起来收看这个审判之眼死神的遺言的内容。楽しみにしてますね。そして Hosokawa さんお願いします。はい、台湾の皆さん、アジアの皆さん、こんばんは。ジャッジアイズの、チーフプロデューサーになります、細川と言います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。台湾の大家、还有亚洲的大家、大家好。我是细川一义。今天晚上要请大家多多指教了。好的，那么接下来我们马上就要来跟明月总监还有细川制作人聊聊《审判之眼：死神的遺言》这部作品。名越さん、ジャッジアイズの発売から2年ちょっと経ちました。先ほどの映像の冒頭にもありましたが、世界中のメディアから絶賛だったんですよね。当時の反響はいかがだったのでしょうか。まあ。たくさんいい評価をいただきました。日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパと、まあ、特にドラマを僕らは力を入れてたので、まあ、そのドラマの部分に関して、非常に高い評価をいただけたのはとても嬉しかったです。我们在的确过去呢是获得了许多的好评哦。那不管是在日本、亚洲还是欧美的方面呢，大家都对我们的剧情以及演出呢感到非常的喜爱。所以说审判之眼死神的遺言呢，真的是就不止在台湾，整个亚洲地区甚至是欧美地区都有非常多喜欢这部作品的朋友。那其实这一次呢，我们也有收集了一些从亚洲地区的玩家粉丝们的感想。因为整体这部作品呢，在全世界的这个声浪是非常强大的，且做玩家的满意度也非常的高。在这边我们要再透过线上连线的方式跟总监还有制作人分享一下玩家的心声，也邀请大家呢一起来看一下这些玩家们的留言。はい、ここでアジアのユーザーの皆様からどんな感想ありましたのかって、一部ご紹介させていただきます。今から読みますね。好、第一個、まずストーリーの展開が最高、このゲームを制作するスタッフに感謝しますというようなコメントあります。次にストーリーの伏線、すみません、ストーリーの伏線回収が完璧でサブクエストもすごく面白かったという声もありました。次に3つ目なんですけれども、傑作だ、続編もやりたいって、そういうような声もありました。今の右上の4つ目なんですけれども、日本のドラマを見ているようにストーリーが面白かった、素晴らしいと言いました。で、5番目のドラマのような展開で龍が如くと違う主人公ですごく新鮮だった。で、最後のストーリーが面白くてミニゲームも盛りたくさんだったのが良かったです、そういう意見がいろいろ募集しましたけれども、名越さんはいかが思いますか。やはり皆さんドラマの部分をすごくやっぱり評価していただいてるし、まあ、で基本的には舞台は日本ですけど、まあ、でも面白いドラマであればやっぱり国を越えていろんなユーザーの方が、ちゃんと評価してくださるっていうことが証明できたのは、はい、やっぱり僕らも今後ゲームを続けていく上で、自信にもなるし、非常にいい、はい、ありがたいコメントだなと思います。はい。我想哦，就是大家果然就是对我们这款游戏的剧情哦是特别的喜爱哦。那就是其实我们的故事呢是以日本为主的故事啊。那没想到就是说像这样子的故事呢，其实在全球呢，
几乎就是可以受到很多人的喜爱哦。那我们就是得到了这样的评价呢，也就是渐渐的，自信心也就是渐渐的变得比较大了。那之后呢，也可以再继续制作更多相关的游戏。はい。で次に細川さんいかが思いますか？四川制作人觉得如何呢？そうですね。今名越さんの方からも話あったんですけども。やっぱり僕らストーリーにかなり自信を持って作った作品だったので、そこを面白かったって言ってくれたことは、すごく励みになります。あとこのゲームを制作するスタッフに感謝をというコメント、大変嬉しくて、今後ですねこういった皆さんの、応援に対してしっかりと応えられるようなゲーム作りを続けていきたいなというふうな励みになりました。はい、はい、そうですね。其实我的感想跟明月先生一样哦，就是毕竟我们对这款游戏的剧情呢真的是很有自信，那推出之后大家也都对这个剧情啊故事的部分给予我们很高的评价。那所以说刚刚在留言里面有提到，就是说有玩家就是非常感谢我们制作的这款游戏，那对于这样的评价我们真的很开心。好，谢谢明月总监，还有谢谢细川制作人，ありがとうございました。那其实呢，细川制作人他是从人中之龙系列就一直持续的在开发当中，然后一直到审判之眼、死神的遗言。那不知道呢，从人中之龙到审判之眼呢，这两个作品当中，在开发的时候呢，这样子一个切换点，有没有什么样特别注意到什么事情呢？诶，そしてここからはちょっと一つ細川さんに聞いてみたいことがありますが、これまで細川さんが龍が如くの開発に携わってきた中で、新しいジャッジアイズどういう作品を作るにあたりまして、どんなことを意識されましたでしょうか？そうですね、龍が如くをずっと作っていく中で、その龍が如くっていうメソッドのやっぱりポテンシャルというのをすごくやっぱ高いもの感じていて、はい、だからこそ、この、世界観であったりとかゲームの仕組みを使って、はい、新たな物語、サスペンスというものにチャレンジしてみたいなっていう、思いをすごく強く持って、今回のプロジェクトに挑みました。そうですね。我想哦，就是因为正是因为有人中之龙系列的开发经验哦，那才会呢，让我有这样子的机会，可以去利用就是经验来做这一个挑战，那去挑战看看，就是说，如果我用这样子的过去的开发经验来挑战这个悬疑类的作品，会有什么样的不同？嗯，好的，谢谢细川制作人。那么我想应该非常多的观众朋友们，还有我们的广大的玩家粉丝朋友们都非常的好奇说，这次呢做了 remaster 版之后，到底跟原本的审判之眼、死神眼有什么样不一样的地方呢？我们在这边就要请教一下细川总制作人 remaster 版制作时候的秘辛。はい、次に細川さん、リマスターとなってどんなところが違うのでしょうか？そのポイントについてぜひいろいろ教えてください。好、我们来看一下 PPT。はい、冒頭の方のゲーム紹介でもありましたけども、今回プレイステーション5と、Xbox のシリーズ SXでのリリースということでですね、最新ハードでのリリースをさせていただくことでも、高精細で美しいビジュアル、滑らかな表現、60fps をはじめとしたかなり高フレームレートで遊べるようになっておりますので、特にバトル部分とかのレスポンスというのは、オリジナル作に比べるとかなり没入感の高いものにできてるかなというふうに思っています。那我大概说明一下，其实就是这款游戏呢，因为是在 PS5 还有 Xbox Series XS 的两款最新的游戏主机上面推出哦。那当然呢，这个画面上的表现哦是非常的细致的。那还有我们这个 60fps 的这个帧率哦，也是可以让整个游戏的过程感到非常的流畅。那特别是在打斗的部分，这个战斗的部分呢，会跟过去的原版可以感觉到它的动作会变得更加的顺畅，反应变得更加的良好。なんか早速やってみたくなりますよね。好、接下来我们也来看到下一张 PPT。次にお願いします。はい。あとですね、できるだけこの機会に多くの人に楽しんでいただきたいなと思いまして、今回かなり頑張ったインパクトのある特別価格でご提供させていただこうと思っております。はい、今ちょっと値段の方出てますけどね。そうですね。あとはですね、本作の特徴としては
まあ、インターナショナルバージョンと言ってもいいような内容になっておりまして、はい、あの英語の音声とかあとの PS4 版では実装されていなかったあの簡体字の字幕なども追加されており、はい、いろいろな言語で遊べるようなものになっております。まあ、そういった部分もちょっと、前作との違いとして、皆さんの方がに、お伝えできるかなと思っております。はい、那首先哦，就是大家也可以看到，就是我们这个游戏的价格哦，真的是很优惠的特别价格。那是因为呢，我们想要让更多人可以玩到这一款游戏，所以才决定了这样子的价格。那再来就是说呢，其实也可以称这款游戏可以算是一个国际版了，因为它呢不只是加入了英文的语音，那也有把就是过去 PS4 呢没有安装的这个简体字字幕也加进去了。那所以说呢，跟前作不同的地方大概就是在这边。嗯。好的，谢谢细川制作人 Hosokawa 桑，ありがとうございました。好，听完细川制作人的简单介绍之后呢，可以预想得到《审判之眼：死神的遗言》Remaster 版呢，未来应该会持续的，就是继续把这个热度呢往欧美的地区去持续的发烧，而在台湾或者在整个亚洲地区，如果没有玩到 original 的朋友们，也可以趁这个 remaster 版这个非常优惠的价格，可以考虑入手一下。好的，那接下来呢，我们其实在节目的前几天为止，一直有在网络上募集了非常多粉丝们想要请教明月总监还有细川制作人的一些问题。我们也从这些众多的问题当中，特别挑选了几道题目要来询问两位。さて、先日まで名越さんと細川さんに聞いてみたいことを募集しておりましたが、今から読み上げますね。好，接下来呢，我们也来看一下玩家们有哪一些问题哦。好，首先呢是，我现在变得很喜欢法庭悬疑推理动作类型的游戏了。想请问明月总监还有细川制作的人两位，你们是不是原本就非常喜欢悬疑推理类的题材呢？はい。まず名越さんに伺いたいことなんですけれども、リーガルサスペンスアクションというジャンルが大好きになりました。名越さんはもともとサスペンスは好きだったんですかという質問です。はい、とても大好きですし、まず法律ものの映画とかドラマとかってまず大好きですし、はい、まあ僕はホラーはちょっと怖がりなんであんまり好きじゃないんですけど、サスペンスっていうのは結構人間ドラマの中でも面白いジャンルですね。はい、韓国映画が大好きなんです。韓国映画でも特にサスペンスで、こう弁護士や法律家が出てくるような物語とかいうのはもう必ずと言ってると見てるので、もともと大ファンです。ありがとうございます。我原本呢其实就是非常喜爱这个悬疑推理题材的作品哦，那特别是像有讲到法庭的电影啊，这个我也都是一定会看，但是恐怖电影我就不太行了，就是会觉得很恐怖这样子。那我觉得韩国电影哦，他们把那个悬疑的题材通常都拍得很好，所以我也看了蛮多有关韩国的法律推理啊或者是悬疑题材的电影。好，谢谢明月总监。好，接下来的第二个问题是呢，有一位玩家想要请问细川制作人的事。以前真的非常的开心，可以在台北电玩展见到明月总监还有细川制作人两位。印象中，你们两位呢？印象中觉得台湾最好吃的食物或者是最好喝的饮料是什么呢？次の質問になります。細川さんにお願いしますね。前台北ゲームショーに来てくださって嬉しかったです。台湾の食べ物や飲み物で何が美味しいと思っているんですか？そうですね、台湾に伺う時って大抵あんまり時間がない中でバタバタしてることが多かったんですけど、その中でもすごい印象に残ってるのが確かからすみが名物なんですよね。私も大好きです。はい、からすみのチャーハンがすごく美味しかったのだと、サイプータンでしたっけ、はい、干した大根の卵焼き、サイプータンがすごい美味しかった覚えがあって、それ帰ってうちでも作ってみました。そうですか。我现在回想起就是那时候我来台北电玩展的时候，其实那时候蛮忙的，其实没什么时间可以好好逛，但是在有限的时间中呢，我记得我吃到的很好吃的东西就是那个乌鱼子炒饭，
哦，这个东西真的非常好吃。那另外还有一个就是，叫做菜脯蛋的东西。那因为它真的太好吃，我回家之后我还试着想要做做看这样子。はい、ありがとうございました。好，接下来的第三个问题呢，是要请问明月总监，请问在开发《Judge Eyes审判之眼：死神的遗言》的时候，有没有遇到什么比较有趣或者是比较困难的事情呢？はい、それでは次の質問に行きたいと思いますが、Nagoshi さんにお願いします。ゲームの開発において、面白いこととか辛いこととか、特に印象に残ったことはありますか？うん、まあ。あの主演が、まあ、アジアでも人気の木村拓哉さんが初めてこうゲームに出てくださったんですけど、はい、特に法律ものなので、言葉もすごく法律用語も多くて難しい、そしてシナリオもすごく長いので大変なんですけど、はい、まあ、彼自身やはりそれをすごくしっかり練習して、かつ、まあ、こう真面目に やっぱりやってくださる方なんで、はい、まあもともとドラマとか映画とかたくさん出てる中で時間を塗ってこう仕事をしてくれる大変さっていうのは僕らも分かってるんですけど、 でも収録はすごいスムーズにやってくれたな、はい、すごくやっぱり彼はプロだなという、うん、感心した覚えがあります。なるほど。在我的印象中哦，就是开发这款游戏的时候，因为这个是第一次跟这个人气的演员木村拓哉先生第一次跟他合作，那而且再加上就是说我们在这个题材是有关法律啊，或者是一些比较专业的用语的方面等等，这些都是必须要去斟酌的。那在这个收录这个语音的时候，那木村拓哉先生呢，他也特别针对了就是我们的剧本啊，去调整了就是说该怎么样去发声或者是去表达那些情绪，那他也反复的在练习来表达出最好的效果。那我对他感到很敬佩的就是他虽然当时呢就是也有接其他的演不管是演员也好或是其他的工作也好，他都是抽空来我们这边就是收录或者是负责演出的部分哦。那但是呢他不愧是一个专业的演员，那他在做这些收录或者是配合我们做演出的时候呢，都是一次就完成的，所以呢这个部分让我对他感到非常的佩服。ありがとうございます。其实我觉得不只是审判之眼死神的遗言的玩家朋友们，我觉得应该非常多喜欢看日剧啊，然后或者是本身就对日本的偶像明星特别着迷的朋友们，应该也都有一直耳闻这件事情，就是木村拓哉他本身对于工作的态度上呢，是真的是非常非常的敬业哦。刚刚从明月总监的嘴巴当中听到这个消息呢，真让人觉得非常的佩服，就是连在这个制作游戏的时候呢，也一样拿出了他的非常敬业的工作态度出来。好，最后呢一个问题呢要来请教一下明月总监了，这个问题真的是非常非常多玩家朋友都在问的，就是呢什么时候会有续作呢？我知道你们一定都超想问这个问题，对不对？はい、それでは最後の質問になります。多くのユーザーの皆様からジャッジアイズ死神の融合の続編はとありましたが、そのあたり、いかがでした、いかがですか皆さん。うん、まあ木村君に聞いてみてください。そっちなの？关于这个问题的话，可能要去问木村拓哉先生哦。芝居を受けてくれればの話ですけど。如果他就是愿意接受就是采访的话，我想应该会有答案才对。なんか聞いてくださいね。はい。はい。また。細川さんは何、特に伝えたいことはありますか？ここで最後に視聴者の皆さんにですよね。あ、まだです、続編のことです。あ、そっち掘りますね。はい、わかりました。はい、まあノーコメントにさせてください。はい、わかりました。就是我觉得主持人小姐真的很会帮就是我们的观众争取福利哦。不过目前呢还是容我卖个关子，这边还是没有办法奉告。好的，没问题，那我们大家呢就好好的来期待一下咯。 OK， 那以上呢就是
关于我们的玩家朋友们想要询问制作人还有总监的问答时间。それでは以上質問コーナーでした。ありがとうございました。那当然呢，今天的这个节目已经进入到尾声了，我们还是要再请音乐总监，然后还有我们的细川总制作人们呢，帮我们做个简单的总结。最後に視聴者の皆様へちょっと一言メッセージをお願いできますでしょうか。まずは細川さんから。いつも応援してくださってありがとうございます。今回ですね、また予想を新たに、プレイステーション5と、Xbox シリーズ XS に向けて、リマスタード版をリリースすることができましたので、はい、まあ、やったことのない方はもちろん、もうプレイステーション4でやったよっていう方も、まあ、かなりお安いお値段をつけさせていただいておりますので、はい、プレイステーションファンとの、あ、4との違いなどを楽しみながら、また楽しんでいただけたらなと願っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。那首先就是真的感谢大家对这款游戏的支持哦。那因为有大家支持，所以我们呢才会就是有这个机会可以再推出这个 remaster 版哦。那希望呢就是说大家能够在这个次世代的游戏主机上，来玩玩看，就是这款游戏来体验看看，就是跟 PS4 它的不同之处。谢谢大家。经过今天的节目，真的会非常期待 Remaster 版跟这个 PS5 到底会激荡出怎么样的火花。好，接下来我们也请明月总监帮我们跟观众朋友们说几句话咯。首先Nagoshi さんお願いします。はい、まあ、リマスターで、まあ、ハイクオリティで、まあ、言語も追加され、そして、まあまあ、新しい価格で発売できるっていうことは、まあ、言い換えれば僕らからしたら前作、まあ、元々のジャッジアイズが愛されて、はい、非常に評価されたことに対する、まあ、一つの恩返しでもあるので、まあ、そこからまたさらにリマスターを通じて、少しでも僕らが自信を持った作品が楽しんでいただける人が増えていくことを何よりも願ってますので、はい、ぜひ、いろいろこう知り合いにも勧めていただけると嬉しいです。はい、私も勧めます。那这次这个 remaster 版哦，那它就是变成了这个品质更好，然后呢还有追加了其他的语言，那而且呢价格也是更加的优惠哦。那我们是就是抱持的一个想法，就是说这也是一个可以回馈我们忠实玩家的一个好机会啦，所以才提供了这样的机会。那当然我们也希望就是说更多没有接触过这款作品的人也能够来玩玩看，所以非常希望就是说玩过这款游戏的粉丝们呢也可以向你们周边的朋友来推荐这款游戏。谢谢。谢谢明月总监，还有谢谢细川制作人。这真的是呢，我觉得 Remaster 版的入手价格大家真的可以好好的考虑一下。如果你玩过觉得非常好玩的话，你可以推荐给你身边的亲朋好友们。好，那在今天节目的最后也要再次的感谢明月总监还有细川制作人。Nagoshi さん、Hosokawa さん、ありがとうございました。Nagoshi さんはありがとうございました。Nagoshi さんはまたあと龍が如くセブンのセッションもお願いしますね。はい、曲がりました、はい、よろしくお願いします。細川さんありがとうございました。ありがとうございました。好，这一次在我们的 SEGA TV in 台北当中，我们可以邀请到明月总监还有细川总制作人帮我们做了非常多的解说介绍，那还有呢回答了一些玩家朋友们的问题，不知道呢有没有就是问到大家想要的呢。好，那接下来呢我们马上要跟观众朋友们来介绍我们下一个时段的节目。下一个时段也是非常多朋友非常期待的人中之龙七光与暗的去向国际版，我们等一下也会再次邀请到明月总监以及我们好久不见的佐藤制作人在我们的线上跟台湾还有我们其他地区的朋友们见面咯。我们等一下马上回来 SEGA TV in 台北，不见不散。